は、整形メイクのみゆです。今日はこちら、バーバー、私のママバーバーですもん。49歳のママをメイクしていきたいと思います。こちら、高原堂さんのピンクを使っていきます。ベースなんですけど、ママはちょっと肌がいつも白いのでピンクをつけていきます。今ドキドキする、ママにメイクするの、ね、このシミをどう隠していくかだよね、ママ。あ、じゃあもっと近くにやればよかったね、シミが。でもまだ隠れてないよ。トーンアップ下地でここノーズシャドウのこの線を描いてあげると、ノーズシャドウ苦手って方でもできるのでおすすめでございます。ママここにシワが生えてるんだけど、このシワにはこのトーンアップ下地ピンクとかで入れてあげとくと、また目立ちにくくなったりするので、こうやってぼかす。ルナソルのこちらです。もうね、なんかね、そういうね、うん、しっとりしてるファンデーションみたいに使わないとパッサパサでダメなの、うん、これはね、すごい乾燥してる人におすすめだし、ブラシでこうやってグッグッグッってやっていくと隠れるので。おでこには全部に塗らないで、ちょっと余ったので塗ってあげる。この前肌を使ってます。今これが3番のオレンジベージュなんですけど、そんなになじませるグッグッグッちゃんな感じじゃなくて、ポン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 ってシミの部分を叩くといい感じに消える。で、目の下にクマがある人はこういうオレンジ系のコンシーラー入れてあげると、すごいクマが綺麗に隠れるので。で、この高原堂さんのパウダー使います。叩き込むような感じで塗ります。マスクでよれちゃうので、目から下の部分はしっかりパウダーを塗ってあげます。ちょっと厚塗りに見えるんですけど、これは2時間後に馴染むっていう感じなので、これはね、大丈夫です。アイシャドウは高原堂さんの2月5日に発売した新しいものを使います。限定のものです。この部分の色でちょっとくすみを飛ばしていきます。明るめのベージュを入れてあげます。で、ママは一重なので、このくぼみの中だけ塗ります。で、ここのこの部分、目頭のこの部分にこうやってちょっと入れてあげると、目開けるとこんな感じでキラキラ、こうなんだろう、くぼみになってくれるから、すごいそれがキーポイント。次はこれぐらいのベージュを作ります。ちょっと黒目の上あたりで止めます。黒目の上だけちょっと結構がっつり重ねとくことによって、色がしっかり出てるように見えるから、黒目の上だけしっかりがっつりこうやって重ねとくのが良いと思われます。目尻にこのちょっと黒目の色をもうすっごい手でぼかして入れてあげます。ちょっと目尻のとこは細めに入れます。このアディクションのこの、ちょっとこれは限定パレットなんですけど、このシャンパンベージュゴールドっぽい色を黒目の上だけに入れます。ひとえさんの時に目の高いところに乗せてあげると目が大きく見えるの。ペンシルタイプのものの方がママ世代には合うから、これでちょっと埋めていきます。なんかちょっとこのおばさんすごいバチバチ動くんだけど、なんでそんなバチバチ動いちゃうんだ。この目尻のところはここで止める。で、ジェルでこうやって感じで埋めていったら、ちょっと目が大きくパッチリ見えるので、で、その上からアイライナーを引いてあげます。で、ママ世代はちょっと皮膚が下に下がってるので、ちょっとアイライナーは上にこういう感じで上げて引いても、目開けた時にそこまでなんかこう下がらないので、ちょっと上げ目に引きます。眉毛描いていく時はこちらの高原堂さんで目頭の上で、眉山は黒目の上で、眉尻は口角目尻の延長線上。上向いてて、目だけ上向いてればいいんだね。違うってもむずいな。で、このディオールさんの濃いブラウンを使います。セザンヌさんのピンクベージュっぽい色を入れます。ち
下まぶたの目の際ぐらいに入れてあげるとうるうるします。涙袋引くのってちょっとあれだから、これぐらいのうるうるを入れてあげると可愛い。セザンヌを使います。まずは眉毛の下にこうやって入れてあげる。でハイライトはこちら、マックさんのハイライト。ここにはもう塗らない方が、ママは鼻がスッと通る鼻なので、細くここまで入れる。でノーズシャドウはこの粉でいいんだけど、ママ世代だとちょっと乾燥しがちだから、シャネルのボームエサンシエルのスカルプティング、固まってる方がよれないし馴染んでくれる。目頭のこの部分から入れてあげる。この部分にもちょっとトン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 とハイライトを入れる。こうやってこういう感じで逆 C で、ここの C ゾーンにも入れてあげる。でね、ハイライトをシワに入れてあげるとすごいっていう感じなの。このちょ余ったやつで軽くサッサッてやっとく。ママ世代はね、絶対チークを入れた方がいいから、この光源堂さんのちょっとこれ限定なんだけど、大人のちょっとピンク、これを大きい筆で入れてあげます。鼻のへこみと黒目の下のここが一番頬の高い位置なんですけど、ここからこめかみに向かって上に上にやっていくとエラハリさんはすごくいいので、ほっぺを作ってあげた方が若々しく見えるので、ほっぺを作ります。このマックさんのチーキーデビル。シェーディング入れます。この顔全体を卵型にするっていうのがシェーディングだから、このエラの部分がいらないから、このエラを削る。卵になるように塗るから、それどこが自分のここ削れば卵になるかなって考えると、シェーディング簡単になると思います。じゃあこちらのこのエトボスのオレンジを使います。ハニーテラコッタブラウン。ひよこ、まさかひよこ、バイバイひよこバイバイひよこひよこになっちゃった。ママが見てて、あ、かわいい、カールした。このカールが落ちないようにまつげの毛先だけママは塗っときます。で、ちょっとこのボリカのあれをつけちゃいます。この口のとこだけ塗る。かわいいじゃんママ、すごい若々しくなった。はい、こんな感じ。はい、という感じで今日はママにメイクしました。すごい若返ったママが可愛い。40歳です。40歳じゃない、49歳です。マイナス10歳になった。でも可愛い。でももうちょっとママの顔を使ってちょっと研究できたらなと思いました。なんかこの辺のシミね。ね、シミ隠し今度やろう動画で。ほら、ティニョちゃんも。あ、ティニョちゃん。はい、という感じで今回はママにメイクをした動画でした。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。やだ、ぎわーい。